OBS って難しいね、なんか。OBS、はい、そうですね。<laughs> 最初何か分かんなかったからね、OBS って言われても。<laughs> ね、いや、なんか前に普通に使ったことあるんだけど、その、まあ、よくこう、うんライ、ライバーっていうか、その配信者そうよくこう、使われるアプリで、あの、前はその YouTube とかで使ったりしてたんだけど。画面を共有したりとか、音声を共有したりできるソフトなんだよね。 あの、たぶん。そもそもちょっと意味が分かってなくてさ、そもそも、そもそも録画アプリだね。ああ、じゃあ録画しながらそれを生で流してるっていう状態。そうだね。あの、でそこをその送り先が自分の、ねえー、パソコンじゃなくて、別のパソコンって感じかな。<ー>うそういうことねそう。いや、たまにさ、そのライブ配信とかね、見るじゃないですか、うん、人の。うんうん,うんうん。 で、見たときに、OBS の調子が悪いとか、ちょっと OBS がとか言ってて、で、何のことだろうと思ってね。うんうん、でね、私がライブ配信がずっとできなかった理由の一つね。それだけじゃないんだよ。それだけじゃないんだけど、<laughs> その一つが OBS が入れられない問題があって。理由あ,あその、え、ダウンロあれかあの、iPad を使ってるからってこと いや、普通にパソコンもそうなんだけど、他にいろいろと入れてるものがあって、<ー>それ以上入れると、うん、多分もう動作できなくなるから。<laughs> あ、パンパンになったね。そう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 。<ー>で、私もアレックスさんと同じようにそのタブを大量に残しておくタイプで。うん、なんでわかるのなんでわかるかいや、見せてもらったから。<laughs> らから <laughs> そう、それだからできなかったんですけど、ここに来てね。うん、救世主現る。おー おう。アレックスさんが OBS 使いますよっていうことだったので、2週間ぐらい前に話してね、バイバイしますっていう。しよって話で、ちょっといろいろね、試行錯誤しながら、こういう、そうそう、合成がいいのかとかいろいろ。一番大きいのは、よりこう話す練習をしてほしいというね、誰が来るかわからないですけどね、コミュニティのメンバーの。誰が来るかわからないけど、 話す練習をしてほしいのと、うん。多分そこまでしないとできないと思う、結局。その話す練習してくださいねとか、私が言っても、はいで終わっちゃって、うんうん。そうだね、そこからなんか自発的にね、やるのも。うん、っていうのはなかなか難しいんじゃないのかな。うん、で、実際ね、うん、例えば日本にいない人が話す練習相手を例えばオンラインで見つけるのは簡単かもしれないけど、続かないじゃん。 うん、うん、うん、なんか確実に。その日はいいけど、じゃ、来週、あ、来週はちょっとみたい、朝来週、朝来週もちょっとみたいな、一回きりみたいな人多いじゃん。定期開催はなかなかね、そう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 。そうで、いつの間にかブロックされてたりとかさ。あるね。あるね。意味わかんないじゃん。いろいろ経験してきたね。<laughs> あるよね。<laughs> あるあるなのか知らないけどさ。意味わかんないじゃん。いや、まあ、でも。 赤のだから、まあ、言っちゃえばだからどういう考えを持ってるのかわかんないよね、その言語以上で。やっぱ対面がもちろん一番いいんだけど、ね、対面ってなるとね、やっぱりそのアメリカとかだと州によっては日本人がそんなにいない、そもそもっていうところもあるし。そうだね、そうだね、大都会とかじゃないと、うん、なかなか会えないしね。うん、<あ>で ね、対面で相性が良ければいいけど、そうじゃない時もあるじゃない。この人ちょっと、ちょっと,ょっと話のペースが合わないなみたいな。あるね、あ,あるね。そこを逃げられないよね、その対面の。そうそう。<laughs> で、あの、私、日本語の練習したいんですけど、なんでずっと英語喋ってんだろうみたいな。あるな、あるな。ああ。あるじゃないですか。っぱそれとか、自分が日本語の練習したいんだけど、本当は途中から恥ずかしくなって、うん、いやもう英語でいいやみたいな。逃げちゃう。<laughs> そういうパターンも多いよね。その、なんだろうね。相手に比べて自分がまだまだ。そう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 。時の、なんだろうある種さ、マウントが取れるじゃない。あ、難しいよね、みたいな。自分もあなたの。そうそう。例えば、こうさ、アレクさんが日本語で喋ってて、私が日本語で喋ってて、で、アレクさんの日本語の方が、例えばじゃあ、 遅いとかになっちゃったら、人によってはね、マーケット判断する場合があるじゃん。<laughs> そしたら、うん、いやもうじゃあ英語に変えようみたいな、それ英語だったら私の方が早いからみたいになっちゃうと、うん、きっと、ね、なんか競り合うんだ、そこはねっていう、うん。本来の目的は失われてしまうよね。<laughs> まあそこは多分、言語交換の一番こう、結構メタなところだけど、あの、そうそう。 そうそう。大事なとこでそういう意味で、うん、文法を知って、語彙を知って、うん、その後は何でしょうかってなった時に、使ってくださいっていう時に、うんうん、ええー、でも使ってくる内容っていう人たちを言い訳ができないところまで行くと。おで、それが、それが今回の試みです。おお。 なかなかタイトルも決まりましたからね。仲間とジャパニーズにしました。<お><回>仲間とジャパニーズね。NJ。仲間がどれだけ仲間が現れるんでしょうか。わ <laughs> かりませんがまあ仲間はもうもしかして、この二人だけかもしれないですけどい。最悪、最悪、ね、二人だからね。 でもまあ仲間はいるといこと。アレクサ一人かも。アレクサ一人かもしれないから。逃げないで。一人にしないで。OBS、OBS 使えるのアレクサだから。ね私じゃないから。なんで僕と OBS だけか。誰も来ないなみたいな。誰も来ないなみたいな。これドッキリですか。へえすごい行動な。そんなことはしない。そんなことはしない。ドッキリだ。あ本当ですか。おかしいでしょだって。おかしいでしょそれは。だったらすごいいい。全部ドッキリです。いやもう。 それそしたらもう多分アレクさん友達辞めると思うよ。あちょっとこう、もういいっすみたいな。少なくとも絶望はするよ。絶望の電車はまあパッドそういうことするのもういいです。そういうのもういいっす。なっちゃうから。でてれでってなって。そうそう。で、あじゃあシーズン変えましょうかって言ってさ、例えばじゃねいきなりジャパニーズが新しいシーズンになって、もうね、距離があるね。ああ、そう一に戻ったみたいな。うん。谷になって。もうアレクさんそんな喋らなくなったなみたいな。 そういうことはしないそんなリスクを、ねっ,てね、ってまでするいたずらなんてないあ,あよかったですそれはよかったです<い> <laughs> しかもちゃんとさ私はね日本語を話す練習してほしいって言ってるのに <laughs> そもそもそこをねドッキリにする意味もわかんないからね <laughs> そうだからそれを知った上でそうなるとなんかもう絶望しかないじゃんこう何がせいなのか <laughs> 何が何のこうなんかもう何もう 自分の人生を疑うぐらいなんだよね。ね何が正しいのか。っていうのを、まあ、素晴らしいいたずらとはいえ、今回は抑えて、その、そうそうしようっていう気持ちを抑えて、これをね、うん、配信しようっていうね、試み、ね、でございますね。いろんな目的はありますからね、うんで。このライブ配信もね、よほどのことがなければアーカイブにも残す予定ですから、 まあ、暴れないかりね。とか、なんか言っちゃうとかね。編集できない。はい。そういうことね。発言ね。ちょっとそれは、みたいな。ちょっとピー入るかもしれないけど。それはあれですけど。配信のね、あの、仕組みだから。記録として、記録として、で、結局参加してくれた人たちが、 聞き直したときに、うんうん、気づくことがあるんじゃないかなって。自分,の自分の口癖だったりとかさ、ね。まあ前回話したよね、そ、うん、の。みたいなさ、うんうん、まあ僕がその、えーまあ、シーズン1とかのいきなりジャパニーズを聞き返してる。 時と同じように、他の参加者が聞き直した時に、<う>あ,のあ、私、質問正しく理解できてなかったなとか、そういうの気づいたりとか、まあ、もちろん、ね、自分の声聞くのが苦手な人って結構いるから難、ね、難しいと思うんですけど、それもなれるよですけど、そうそう、それもできるようになったらいいなっていう、うん、いろんな目的と狙いを込めた。 心身と愛ね。愛も込めた。そうそう、もちろん。それはそうです。面白いそうです。までも。本当にみんなにはとにかくうまくなってほしいので、会話能力ね。はい。アレックさん含め。まあ、あの、なので、その中ね、あの、まな弟子を集めて。そうそう。はい。もうその人たちがもうそれぞれ何かできるようになったら、もう本当最高じゃないですか。 そうなんですよ。うん、武器をね、どんどんつけてもらって、うん。いやだってあそこまで日本語できる人ってそんなにいないでしょ。アレックさん含めて。いない。まあ自分もまだそこまでそこに達してないと思ってるから。だ、どんどんのどんどんのメンバー日本に住んでないからね。うんうん。うん、アレックさんが会ったことのあるメンバーで日本に住んでる人っていないんじゃ。そうだね。でそこまで行けるのがなかなかないから、うん、まあそのままね、あの、そうそうそ。その調子で。 頑張ってほしいから。そだから、その人としてね、幻想というか誤解をね、解きたいなと。日本に行けば日本語話せるようになるでしょ。行かなくても話せるようになるんですよ。見てごらん、この素晴らしき仲間たちを。そうそうそう。そうですよ。これが第一歩だからね。で、だんだんと会話能力をつけていって、 で、文法も正しく使えるようになって、で、最終的には、どんな話題でも、しっかりと日本語で話ができるようになるというのが理想ですから。う急に哲学的な話を振っても、てあれね、みたいな。うん、そうそうそう、英語だったらできるじゃん、ある程度。ま、ああの、知らない話題でも一応、その、 ん話は続くっていうね。そのレベルに持っていきたいよね、最終的には。そこは結構、最終形態に近いとう近いかかとうかね。近い,<ー>近いと思う。アレクサにとっても近いところはあるよね。うーん、まあ、そこは重要の目的の一つでもあるので、それができるようになるっていうのが。 今の段階だともうそれぐらいしかできることないよね。<ー>だって適当に語彙覚えるのってもう限界来るじゃん、そろそろ。うん、まあ、毎日いろんなあの言葉に出会うことはあるんですけど、うん、あの、なんか一日絶対に一個ぐらいは、まあ、出,て出てくるんですけど、初めて見たやつなんですけど、うんうん、もうやっぱこう、どんなに勉強しても,もうキリがない。 そこにもねあの、まあいい、さっき言ったのまり、あまあ、限界はあるんで、まあ、それよりもとりあえずいっぱい話して、練習をする中で何でもこう、改正せるようになったりとか、その何でもこう聞き取れるようになったりとか、うんそ,うね、そういうかね、基盤で。テーマに絞って語彙リストみたいなのができれば楽じゃないですか、そっちの方が。それそうだねああ。それもなんか、ね 話したことない話題でもそこを予習しておけば、一応次から話せるようになるし、考えながらねやっていきたいなっていうのが、うん、この新しい仲間とジャパニーズで、うんうん、来月以降ですね、うん、毎月1回ぐらいそれやって、うんで、それに加えてアレックスの会っていう別のね、 うん、会ができるようになると、よりいいかなって。でアレックスの会は私参加しないので。いないのそこでのまた違い。いや、だってさ。い <laughs> いないの多分ね寂しい多分。いや、だって、私さ、教えてるじゃん、日本語、あの人たちに。教えてるじゃん。先生、ね。私がいるのと、いないのと、では、多分違うんだよ。あの、いろいろと。<laughs> まあ、あれ、まあ,あれ、<々>あるあるじゃん、いろいろと。 あのいるじゃん、あるじゃんその。例えばね、アレックさんがお母さんと一緒にいる時ときと、いないときの、うん、会話がね、ちょっと違うよね。うん、<と>なんか、んか会話に望む態度も違うじゃん。<laughs> なんか、あの、男性だけの集まりと、急に一人女性が来たら、なんかみんなが、ああそれもあるね,それもあるねちょっとこう、話し方変えたりとかあるじゃん。あるねうん、と同じような、あの、あの なんか一人のそのでかい存在でグループを変えるみたいなはまああるじゃないですかね。先生だったら特にね。確かに。よりこうね、アレックスの回とかだったらね、例えばゲームだったりとかさ、もっとこう、面白い、楽しいみたいなことを、まあ、を中心にできるじゃん。うん。そればっかりじゃない。ですか。もちろん。そればっかりマナさん、たまにいなかったのゲームはしないよ。ゲームはしないよ。でもお話をできるでしょ。 楽しいよねゲームの話、ゲームの話。楽しい話、楽しい話はできるよ。ちょっとだけ結構できるよ。そうそう。やっぱ、いろんなことがねできるようになってくれたらいいなと思っていて。ああ、ヒロうね。結構それぐらいのレベルに来てるなっていう人は結構いて。そうだね。だからそこをもう少し引き出すっていうか。そう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 。 あとはもう自覚の問題だから、ああできるよってできるかなとかって思ってるとね、ああやっぱちょっとできなかったりするので、え、できるんだ、みたいな,たいいな。自信にもね、ああつながるかなっていう感じですね。そう,そうそうそう。そうだね。んなじおじゃあ結構感じあの、いろんな意図が詰められてるっていうか、込められてるっていうことで。そそうそう,そう で今度、だからアレクサにとってもこれいいことがあるという、ねはい。そうですね。そこは、うん、あの、もう今でもなく。中間、中間管理職みたいなさ。<ー> <laughs> 中間管理職みたいなポジションになるじゃん。<laughs> なんか仕事と一緒になってるな。<laughs> なんか、なんか中間な、統一してるな。自分もその日本語頑張るんだけど、人の日本語も応援する立場みたいな。おー,おー、ま,ま 全く今の仕事と一緒や。<laughs> 全く一緒や。いやでも本当にあれだよ、うん。なんか、アレックサみたいになりたいっていう人はいるからね。うん、なんか、変な感じするけど、まあ。言わないからね、直接。言わないね。うん。恥ずかしいんでしょ、やっぱ。嫌じゃない、なんか。<laughs> そういう人を目の前にしてさ、うん、いや、あなたみたいになりたいんです、私って言われてもさ。 まあでも目の前に言われたらなんか嬉しいけどね。そこなんか引くとかはないけどね。うん、あの気恥ずかしいじゃんう人間として言われたら、まあちょっとこう。あのいやそれは嬉しいでしょ。まあ嬉しいけど、なんかあの日本語だったらまあまあワンクッション入ってるじゃん。ゃんこう人としてじゃなくて日本語を、そうやって日本語喋れる人になりたいみたいな。アレックスじゃなくて、いそういううなんかこう。だったら、うんうん、それでいいと思う。 人として好きですよって。あまあ嬉しいけどね、そこは。もちろん。なかなか言われないけどね、そこは。目の前、目の前でなんか。あなたっていう人間、全体が好きで、同じになりたいです。急なこの展開ないね、そんなにないでょない同じになりたいです。ないね、あんまり言われたことない。いや、あんまりないとか絶対ないです。 同じになりたいいどううことコピーするってことモノマネのちょっとやりすぎた番みたいな言われてる人見たことないそもそもそれをそういうこと言ってるわけじゃないんだそのない、ターミネーターとかでしょそんなそんないよそんなええ、そういうことだと思ったそれを目的にしてるんだったら頑張ってくださいって感じですよ <laughs> それはもう、あもいつなるか,分からないですけど<の>もしかしたら、もしかしたらそういう人現れるかもしれませんよねっていう。これかもう、まあ、あの、セイントだね。セイントテレサみたいな、うんあ。まあ、そのレベルなんでしょうね、うんうん。そういう人間としてみたいなっていうところ。そうなってくるとね。なるほど。じゃあ、そこをああ、そうなる存在には、あの、 可能性頑張ろうと、まあ、頑張ろうと思わないんですけど、あのー、そう、頑張ってなれるもんじゃないからね。うん、<laughs> そういう、なんかもう、うん、それは、それがもう、あの、素質じゃん。素質っていうか <laughs>、いない、結果だからね <laughs> ああ、結果同じになりたいはないな。同じはなかなかないじゃない。うん、多分、あのー、そ、そこまで言う,うなったら、その、あの、もうあの、言っちゃえば妄想じゃん。その人、うん

もうそれが強くなりすぎると、アレックスならそれを言わ,言わないよ、アレックスさんみたいな。ああ、怖いね、なんか。なんで、ううううなんか、競争なのみたいな。ないななんかいや、なんか、アレックスさんがアレックスさんを見失ってますよ、みたいな。あれあ私が知ってるアレックスさんならそんなことしないし、そんなこと言わないよ、みたいな。こう、逆に来るパターンね。あ怖いね、なんか。うん、それ、それこそもうしんだね。うん、もう、擬態がね、本体に、うん。 なるっていういね。いいかと。そうだね。っていうのが、えっと、今回ないってことだけど、いや、絶対ないでしょ。今回はないけど、怖いでしょ。そうね。うん。いやー、楽しみだね。どこまで行けるかっていうのはちょっと未知数ですけど、最悪2人ですからね、また。まあ、それはそれでね。はい。 楽しい話ね。ゲームはしないけど、楽しい話は。ええー。ゲームしたいのにな。え、もうやったことないじゃん。ゲーム一緒に。二人でするゲームなんてないじゃん。えあるいじゃん。なんかあのあれなんてあの水水水行なんだっけあれあの水平思考なんだっけ。はい。 えあれ,あれなんか、えなんだっけな <laughs> 友達になんか最近教えてもらって、あの、イエスかノーのクエス、<laughs> あの、クエスチョンだけやって、それでこう、答えにたどり着くっていう。あそれ水平思考っていう名前あ,あれ多分水平思考あ、そう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 。水平思考クイズっていう。でして、そこ<ー>で。あ、ったんだ。そ,そ,うそ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 う。あの、水平思考クイズをこう、調べたら、いろいろこう、 あの、問題が出るんですよね。で、あの、例えば、今、一番有名なのが、えっと、ウミガメのスープ。知ってます知らない。あの、ある男が、とある海をの見えるレストランで、ウミガメのスープを注文した。スープを一足ち飲んだ男がああ、えー、それが本物のウミガメスープであることを確認し、鑑定を済まして、帰宅した後、えー 実殺した、一体なぜっていうのがあって、はい、でそこを、そのなな、なぜまでたどり着くっていうのを、あの相手が、イエスかの、イエスのクエスチョンを言,を言って、なんかだんだんこうたどり着くみたいな。あ、アレックスさん答えを知っててね。そう、自分は知ってて。そうそうそう。あへ<ー>うん。っていう、ああ。こことそれならできなくはないね。もういいじゃん。楽しいか楽しくないかは別として。 あれ、あれ、あれ、私たちは楽しいよ。聞いてる側は、なんか、何しての、この人たちって。ああ、なんか、答え分かったら、楽しいと思うんだよね。その。あ、近くなったんだ。れだよ。見てる人がいない時は、多分、いいと思う。見てる人がね。仮に、増えるとするじゃん。コメント欄に、答え書いちゃうよ。ああ、あるね。だ、だ、だったら、こう、チャット見ちゃダメなんだよね、多分。そう。うん、なるほどね。そりゃそう。 ネタバレをね、先に私がね、コメント欄だけ見てて、たぶん見ないけど、絶対見ないけど。絶対見ないけど。ずるはしないよね。やるとしたらね、それ見ちゃって、答え知った上でアレックさんに、あ、じゃあもしかしてこれって、こういうことですか泳がすのかよ。何で泳がすんだよ。言ったらありました、それだけのために、それだけのために。しないけどね しないと思う、それで普通に考えて、普通に間違えると思う。ああ、正しくは言わないんだ、こ。うん。普通に間違えると思う。まずは、だ、答えにたどり着けない。答えにたどり着けずに、やっとして、もやっとして終わる。え、で、なんか、急に中止みたいな、こう、中断しても終わりみたいな。今日はちょっと早めに終わりました。帰ったみたいな。え一人になっちゃったんだけど、みたいな。ってるそそうう 楽しみね。いろいろできことがありそうで楽しそうだね。結構そうですね。何が起きるかわからない。あ、いいね。いきなり終わることはしないけどね、さすがに。そういう可能性もちょっと残してもいいんだよ、そこは。他の人たちわかんないじゃん、この感じ。まああの 僕らの顔も見えてないから、どう,やどういう,こうなんかあの雰囲気でことを言ってるっていうの多分分かんないから、それを推測できないところはあるんじゃないか。な。楽しみではある。うん、楽しみではある。本当になんか新しい段階に進むのか、進まないのかっていうところに来てると思うので。そうですね。 最終的にだってみんなそうなりたいはずじゃないですか。自分の母国語みたいに日本語が話せるようになりたいっていうのが、話せるようになりたいの本来の目的じゃないですか。うん、うんうん。そうだね。だからそこを、まあ、それの近道って言っても過言ではないですね。そう,そうそうそう。なんかだからね、たまに観光客が、こんにちはって、どうもありがとうみたいなさ、私日本語話せるでしょみたいな。 理想形態見せてやろうかっていうのをみんなのねたまにいるからねアレクさ私12カ国語話せるんですって言ってあ、すごいですねってポリグロットのなんかそしたらそしたらその全部のその人が話せる12カ国語のこんにちは言ってるだけうんうんなんかよく YouTube で見るよねこう20カ国語話せるポリグロットすごいよねあのもう で、そこでなんか、あなたの母国語は何ですかって言って、で、自分が話せなかったらなんか、100ドルあげるよみたいな。なんかそういうこう、街頭インタビューよくあるんだけど。毎回なんか。最近、<あ>最近ね、そういう、まあ、結構昔からあるけど、うん。なんか感動的な動画とかさ、うんうん、うん、なんかどこかの店でご飯が食べられない人にご飯をあげて、みたいな。 ああ、まあ、よくよ、ね。感動した、みたいな。うん、で、なんか、動物助けて、みたいな。うん,うん、うん。あれがさ、仕込みの時があるじゃん。あ、あるね、あるね。うん。普通に。その、再生数稼ぎのために。あ、そうそう、実際になんか、あの、そう,そ,うそう、友達だったりとか、二重各国語話せるみたいな人のインタビューする人がもうすでに話ついてて、うん うんうんうん、もうあるね。いやなんかよくあの日本での企画だけど、うん、あのよ,よく見るのがえっと、うん、えー、なんか道歩いてる人とばったり会ってでばったり会った会うっていうかなんか話しかけて。 であ、あなたの。あ、お兄さん<の>お兄さんおしゃれなんで、ス,ナストリートスナップ取らせてみたいなやつ。あ、ストリートスナップもそうで、そうだし、あの,<え>あの、今家賃いくら払っ,払ってるんですかで、そこから、えあ、あの、なんかその、見せてもらっていいんですかみたいな。そこでなんか家に入って、うん、そのすごい豪華な家を見せるみたいな。<ー>っていう企画が結構有名なんだけど。へえ<ー>で、あの、そう,そうで、あの、たまに。 そのこう外国人が聞かれることいんだけどそのまあ外国人だからそのも少しこうあの再生数が増えるだろうけどまあその見た目が日本人一般的な日本人じゃない人であのたまにジブなんかうんめっちゃいいじゃんいいじゃんうんんなか日本人でもなんかそのすごいギャルっぽい人だったりとかすごい派手な人でも結構出てくるけどであの あのー、たまに自分がもうなんか会ったことある人とか知ってる人とか<ー>普通に有名ななんか外国人のその日本語を勉強しに外国人になってるとかなんか絶対にもう知ってるじゃんっていう,<ー>うしお互いの知り合いも多分お互いにインスタもフォローしてるしみたいなこうそうだからもう知って知った上であああなんか動画見たことあるかもしれないみたいなうん。 あこれあれなのみたいな。あ、ぜひあの、ちょうど暇なんでみたいな。本、う、当、ん、ね。<laughs> よくあるから、んね、それはちょっとある。i、う、n、ん、s にしても、ツイッターにしても、SNS 全般、嘘多くないって。うん、そうだからもうなんか、うん、なんだろうね、うん。うん。とりあえず、み、み、み,みはす、なんか、 見るけど、なんか、だから、こうだな、みたいな、うん、は、できるだけもう、うん、見るなら、うもう、視聴するだけにするっていうか、そう。ああそこ、あんまり深くは考えたくないんだよね、いろいろ。ああいきなりジャパニーズも、私がやってる気まぐれジャパニーズも、次やる仲間とジャパニーズも、アレックスの回も、すべて、台本は、ない。用意しません。な<い>即興だよね、全部。全部、うん。本当に。基本的にはね っていうのがたまにつらいっていうのはも,もちろんあるけど、<れ>そこはリアルなんだよね。うん、そうそう、もうほんと反応しないとね。<laughs> まあもうなんかみんなこう、みたいな、母みたいな、<laughs> なんすかその話みたいな。あるね。いやもうたみんななんか、普通にいきなりジャパニーズとかの前のエピソードとかも見たら、急になんかえどういう話とか、あな今なんか、 お互いになんか噛み合ってないなとか、もういっぱいあるから、あそういうのもう、あえて載せるっていうのがね。あ急に話題変わってるからね。うん。でもお互いに多分、今、今そっち行くかみたいな、うん、あもういっぱいあると思うけど、うんね。いい感じに、なんか、だいたい真野さんがいい感じに、こう、うん、あの、なんだろうね。最後戻るっていうね。 戻してくれるっていうか、ああかう自分あんまり戻ろうとしてないんだけどいつ、毎回なんか最初の話題に、うね、そうそうそう。脱線開始がいいよね。復、うん、線開始がいい。ここはね、みんなにもできることをしてほしいというね、うん、思いです。うん、嘘のない世界。<laughs> すごい <で>交渉な、好奏な、<laughs> なんか目的になったら。そ,そ,そのない世界,い世界作りましょうっていう。い,いやもう正直に、完璧ではないですけど、うん、これぐらいできるようになりたいとか、これぐらいならできますよっていうその世界観で戦っていきたい。すごいな。ああ、いいね、なんかいい。 丸くまとまったね、なんか。本当にみんな,みんながうまくなってくれれば私はそれでいいので。<laughs> う,んうん。アレックさん含めてね。もちろん。もちろん。いつまでも。もればいいのでそそばにます。そうです。ありがとうございます。<laughs> <laughs> それでよかった。いつまでもそばにいます頭で言います。あの <laughs> 同じになりたいですって。<laughs> ていや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 ちゃんと同一人物になりたくないね。アンとかよ言われたことないって話をつい <laughs> さっきまでしてて。あののいやもうなかなかねあの,あのもう残残るからねその発言がもうそれ言ったらもう終わりだからね。<ー>さすがにそこはねうん、うん、気にしてるよね。<laughs> さすがにね。 まあいつかね、あの、ないそんな話は出ないれたら、まあいいんじゃないかなと思うんですけど、なりたいじゃないかな。なれたら、まあいいんじゃないかなぐらいですね。なりたいっていうわけです。今のところね、今のところね。まあまあまあそこもね、あの、今後次第ですね。今後の動き次第ですね。そうですね、うまくいけば、可能性はゼロなりたいとか、度合いがちょっとね。 可能性はゼロではない。かもしれないけど。はい。それはマナスさん次第ですね。可能性は無限大ですからね。おの可能性は無限大にしたくないけどね。えなんでなんで制限する可能性怖いじゃん。可能性は制限するもんじゃないそこはそこはもう見届ける最後まで。はい。なので、あの、今月ね。うん。第1回が始まるので。 うん、どうなるか分かりませんがまた新しい挑戦ということでね頑張っていきましょう。はい、はいお願いします